はい、こんにちは。マイチャンネルマイハルです。はい、今日はこちらでございますね。うん、手裏剣戦隊ニンニンジャーオトマニンシリーズ1パオンマルです。はい、こちらですね、本日放送分の手裏剣戦隊ニンニンジャーで早速出てきましたね、パオンマルね。ゾウ、なんだよね。ゾウ、ゾウからオトモニンに変化したりするんだよね。そうそう、ゾウ型のオトモニンなんだけど、このゾウがね、パパのこのデザインがすごくいいと思う。なんかね、インドっぽい、なんかそういう感じ、すごいね。そう、それと人型になったり、手裏剣人に合体できたりしますね。じゃあ早速開けていきましょうか。じゃあ召喚してください。はい、誰じゃ。お、またこれついてくんだ。ニンニンどうぞ。ほい、おお、どうなってるのかわかんない。なるほど、これだ。これが花、顔になってんだね。これが手裏剣だ。結構今回分離して入ってるね、このものがね。お供人そのもの、顔がしまってある。あ、なるほどね。じゃあちょっと組み立てていきましょうか。はい、ということでできましたね。こちらがパオンマルですね。すごいいいね、いい組み立てて、こんな感じになりました。これがゾウモードだね。やっぱりこのね、デザインがいい。すごくね、インドっぽい。真ん中に忍手裏剣が挟んでる。そう、ここはね、忍手裏剣が入ってますね。こういうところも面白いね。こういう感じで今後も子供人が出てくるのかな。だといいね。すごくいい感じです。これよくできてるよ。で、仕組みとしてはこのね、顔の部分、銅の顔の部分をパカッと外すと、ここに忍手裏剣が入ってる感じですね。こう外ると顔だね。顔になる。はい、で、これを外すよ。ちょっとじゃあこれ抜いてみるよ。よいしょ。あら、なんなかった。はい、こちらがパオンマルのお供人手裏剣だね。で、ちょっとやってみてくれる？これでも取る感じだね。はい、じゃあ次は人型にやってみようか。人型への変形は忍手裏剣使わないね。じゃあ持っててください。足を下げますね、これね。このお尻がね、なかなか実は良かったんだよね、これ。ここが尻尾みたいになってるんですけど、ここをね、取って両足ね。そうするとね、ここに顔が出てくるんで、顔を上げます。そして象の顔の部分を前にセットでしょ。こう先ほど取ったお尻の部分を後ろにセットと。そうしたらレーザーになるね。レーザーっていうかミサイルだね。ミサイル、これで人型モードだね。で、ここからミサイルが出る感じだね。ただちょっとね、すごいパパ気になっちゃったんだよ、これ。これ完全にチンチンだよね、これ。って言っちゃダメ。これチンチンじゃないの、これ。チンチン。鼻だよ、鼻ですか、これ。大丈夫かな。すごい気になっちゃって、これ。ではちょっと手裏剣人に搭載してみようか。搭載するときは、この肩のパーツを外すね。バーン、バーンと離して、で、お供人のなんだ、座らせる感じにすると、こんな感じで座った形になるね。でこれを今忍び丸が座ってるけど、これ忍び丸通って、う、あれ、エイちゃんに任せて、取ってて、あお、上から取れるのか。そしたらここにパオン丸登場ですね。よいしょ。おお、で、このダンプ丸の手を、右腕を取って、で、テレビでここは忍び丸になってたね。はい、こんな感じ。はい、そしたら忍手裏剣をセットしてください。どんな音声がなるのかね。行くせーの。あー、やっぱり音声がちょっとあれみたいなんだ、インドっぽい。これいいじゃん。もう一回押してもいいよ。ああ、いいね。やっぱいいね。いい。それでさっき外れたこれ、お尻部分、これがなんと斧になんだよね。ここにパーツが展開できるようになってるね。で、ここをくっつけると、そう、持つ。そう、これで持てるようになりますね。おお、こんな感じだ。
これで本当にシリチェン。こうパーンパーンってやってたもんね今日、うん、いいじゃん、うん、あこれはかなり強そうだな、うん、いいね。今回のさこの手裏剣人のシリーズいいよ、うん、でも今回分かった。ここはほらもうちょっとほらチンチンみたいじゃないからよかった。チンチンって言っちゃダメ。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。じゃあ最後にこちら忍者一番とんちょっとセットしてみましょうか、うん。今回は手裏剣戦隊忍忍者のお供忍シリーズ1パオン丸でした。